ました。63円なり35円なり引いて86円なり超えて25円なり51円ではせーの88円です。ハイスピードな読み上げ算をよどみなく答え、7003円です。ごめんなさい、OK。フラッシュ暗算という瞬間的に数字が現れる計算問題にも見事正解。こうした驚くべき計算能力の基本になっているのが、そう、ソロ版。小学生でも携帯電話やスマートフォンを使いこなすこの時代に、早いうちからソロ版を始める子が増えているといいます。ここ 1,2 年で1割ぐらいは増えてますね。 5,60 人増えてるんじゃないですか。こちらの5歳の幼稚園児斉藤ひいろちゃんもその一人です。まだ数字を書く手つきもぎこちないというのに、4桁割る2桁の計算問題を暗算で解いています。そろばんはやっててどう？楽しい。さらにこちらの5歳の幼稚園児松本優希くんは、思いがけない計算間違いに大粒の涙が。しかし、暗算で全部4桁かける4桁までできる。そう、優希くんも実はすごい実力の持ち主でした。見ると大人でも到底計算できないような問題を解いていますが、最高点かもしれない。うわ、やっぱり50取れた。よかった。ママびっくりするかも。また暗算の練習問題でなんと300点満点中250点を獲得。これはソロ版をやっている人の中でも1割程度しか到達できない驚異的な点数だといいます。子どもたちが好きなゲームに夢中になるのと同じような感覚で、ソロ版暗算というゲームにハマっちゃったんですよね。かつては読み書きソロ版と学習の基本の一つに数えられていたソロ版ですが、電卓などの普及に伴い珠算検定の受験者は年々減少。しかし近年ソロ版の良さが見直され、少しずつ増加しているのです。その背景にはソロ版へのある価値観の変化が。単なる計算器具ではなく、ソロ版を一生懸命やることによって能力が開発されるということだと思いますね。ソロ版が子どもの能力開発につながる、そんな思いから子どもにソロ版を習わせる熱心な親が増えたことが要因の一つだといいます。私が思ってたソロ版とは全然もう違っていて、何も教えてもないんですけど、どんどん覚えてくる。地頭を作られるっていうか、右脳が活性化されるっていうので。右脳の活性化とはどういうことなのか。そもそも人間の脳は左脳と右脳に分かれ、左脳は言語認識や計算分析、右脳は空間認識やイメージ直感などを司っていると言われています。そしてこちらが、暗算を行った時の脳波を表したもの。普通の人は左脳を使うのに対し、ソロ版の有段者はここイメージを司る右脳を使っているのが分かります。ソロ版と脳の関係について長年研究している専門家は、普通の計算というのはどうしても言語化しながらやってますので、左を主に使っていることが分かります。ところがソロ版をかなりやっている方の脳波を取りますと、何かイメージしてるんだろうなっていう感じが脳波から見られます。確かに先ほどのソロ版教室を覗いてみると、2枚
ほとんどの生徒がそろばんを使わず、ものすごいスピードで指を動かして計算しています。透明なそろばんをイメージして弾いてやっています。頭の中というか、もうここに透明なそろばんがあると思って、机の上にエアそろばんをイメージして計算しているというのです。そのためこちらの教室では、願いました、6円なり3円なり引いては7円なり加えて2円なり5円なり引いては8円では、せーの、1円です。よりイメージを高めるため、このようにエアソロバンを取り入れた練習をしています。その子どもたちにソロバンが他の勉強にも役立っているのか聞いてみると、何かをパッと見るだけで覚えるみたいな感じなのがなんかあって、記憶力が良くなりました。漢字とかもすぐ覚えられるというか、歴史の年号とか人物などが頭にすぐ暗記できます。そこで本当にソロバンは他のことにも応用できるのか試してみることに。こちらの10桁割る5桁の計算を暗算でスラスラ解き、このソロバン教室でもトップクラスの計算速度を誇る12歳の矢谷拓也くんに記憶力のテストに挑戦してもらいました。よーい、始め。無作為に並べた10種類の動物のイラストを10秒間で覚えてもらい、バラバラにした後同じように並べ替えてもらうと、なんと全て正解でした。ちょっと難しかったんですけど、全体的に映像として覚えて、色とか、そんな形とか、動物を名前で覚えるのではなく、見たままのイラストのイメージが頭に残っているため答えられたといいます。このようにソロバンで培ったイメージ化の能力を応用することで、記憶の力を伸ばしていくことが可能だといいます。そのイメージ化できるようになった能力を自分で何か他のことに頑張って転化していけば、非常に記憶もイメージ化しながらよくできるようになるということになります。